さんこんにちは。超ワールドサッカーデイリーニュースです。横浜 F マリノスは8日、東京ヴェルディから日本代表ミッドフィルダー渡辺康太を完全移籍で獲得したことを発表しました。ジュニア時代から東京ヴェルディの下部組織でプレーしてきた渡辺は、2種登録されていた2016年にトップチームデビュー、今年のコパアメリカでは出場こそなかったものの日本代表に初招集されていました。なお渡辺は先日東京ヴェルディのキャプテンにも就任していましたが、シーズン途中での移籍となりました。ユベントスは7日、マンチェスターシティからブラジル代表ディフェンダーダニーロを完全移籍で獲得した株を発表しました。ダニーロは2017年7月にレアルマドリーからシティに加入、昨シーズンプレミアリーグでの出場が11試合にとどまっていました。移籍金は3700万ユーロ、日本円で約44億円の3年分割払い、契約期間は5年間となっています。なおユベントスからはポルトガル代表ディフェンダージョアン・カンセーロがシティへ移籍しています。メジャーリーグサッカーのモントリオールインパクトは7日、元スペイン代表ミッドフィルダーボージャン・クルキッチの獲得を発表しました。バルセロナの下部組織出身のボージャンはトップチームに定着できず、その後はローマやミラン、アヤックスでプレー、2014年7月からストークでプレーしていました。なお契約期間は2020年12月31日までの1年半で、最大2年間の延長オプションが付随しています。7日、チャンピオンズリーグ予選3回戦ファーストレグの5試合が各地で行われました。3回戦から登場のポルトはロシアの FC クラスノダールとアウェイで対戦し、1対0で勝利。ポルトの日本代表ミッドフィルダー中島翔也はベンチ外となりました。その他セルティックはクルージュと1対1で引き分け、オリンピアコスはアウェイでイスタンブールバシャクシャヒルと対戦し0対1で勝利しています。7日にプレシーズンマッチのザルツブルグ対レアルマドリーが行われ、0対1でレアルマドリーが勝利しました。ここまでプレシーズンマッチで1勝しかしていないマドリー、この試合では3バックを採用しました。すると19分にベンゼマのロングスルーパスを受けたアザールがカットインからゴールを決め先制、プレシーズン2勝目を挙げました。なおザルツブルグのミッドフィルダー南野匠はフル出場、奥川雅也は後半からプレー、マドリーの久保建英はメンバー外となっていました。以上、超ワールドサッカーデイリーニュースでした。